久しぶりにライブだな。よいしょ。レンジローバーで移動中です。今撮影が終わって撮影が終わってジムに向かってます。これお台場のレインボーブリッジです。今日はみんなに、お知らせです。11月30日今 AK69 Live Tour 2024 Enlightenment、開催中なんだけど、なんと追加公演が11月30日に決定しました。 Yeah man。 11月30日ね、ZEP 新宿にて追加公演です。だからあさってから先行開始、はい、あさってから69ホームズの先行開始で、なんだった、一般はその後です。一般はその後です。アバウトすぎんだろお前。一般はその後です。T シャツいいだろ。プレミアム先行は5日間です。あ、そう、プレミアム先行が5日間で、その後から一般発売始まります。11月30日ね、 ZEP 追加公演。 Alright? 3世代でライブに行きます。やばいね。激レア T シャツだろこれ。 OG キックスのな。そう、今撮影しとって、今日はレンジな。この前フェラーリ洗車機に入れたので、なんか洗車機入れるのは傷つきますよとか、やめた方がいいですよとかすごい DM 来たんだけど、分かっとるわ。あれフェラーリが禁止、あのフェラーリを洗車機に入れるの禁止されとんのに入れてんのが面白いでしょっていうシャレね。そう、傷ついたらまた磨けばいいでしょ。そうなんですよ。あれはねユーモアだと思ってください。俺車基本的に水洗い、絶対手洗いよ。でコーティングしとるから絶対水洗いだし、だけどね、時間ない時ってあるんですよ。もういちいち洗車出してるとも時間かかるから。あの時フェラーリさ、ローマ久しぶりにエンジンかけたもんでバッテリー上がっとったんだ。それでバッテリーからまた電源引いてエンジンかけるのに時間かかって、もう埼玉行くの遅れそうだったんだ。だけど埃かぶった車で行けえへんでしょ。だからもう洗車機しかねえなと思って洗車機入れて、おこれレアだからストーリー撮っとこうと思って撮ったの。 You know what it is? OK。 11月30日追加公演な。11月30ね。ともちんびっくりしました。本当やね、俺がびっくりしたわ。嬉しいよね。でもね、僕のフェラーリ沖縄で自然に帰ろうとしてましたよ。やばいですねそれ。どういうことですか。乗らなさすぎて自然と一体化してたってことですかね。追加公演だから ZEP 新宿大とんの。あ、今から見た人もんのか。 ZEP 新宿で追加公演ね。はい、お願いします。 ZEP 新宿にて追加公演決定しました。みんななんかモヤモヤしてる人遊びに来てくださいね。ロールスロイスじゃなくてレンジローバー。そうですよ、俺はねレンジローバーが好きですよ。広いしなこれ、うん、さあ
今からトレーニングだね、頑張るわ。チケットは明日、あさってから本水の選考ね、ファンクラブ選考が始まって5日間選考期間があってから一般販売します。 OK、 じゃあね、もう関東は全部売り切れてるからな、追加公演のみです。 OK、 じゃあねー。